LGBTQ の Q、クリアのマコネです。今日のアウトプット、今日はシーズン1の2回目です。<laughs> シーズン1ってことは、シーズン2もあるのかっていうことなんだけど、まあね、うんと、私ね、調べ事したりとか、人にアウトプットするの大好きだから、 あの、このシリーズが終わった後は、ちょっと YouTube の研究をしていきたいなと思ってるの。でもその後はね、うんと、まあちょっとシーズン1の後は分からない。とりあえず、今やってるこれを、あの、頑張っていきたいと思ってるのね。それこそ、日本ダイエット健康協会の公認インストラクターって、まあ、私、実際にね、インストラクターの人とお会いしたこともあるわけじゃないし、まあ、テキストの範囲でね、 あの、勉強してるだけなんだけど、まあ、どんなことできるかとかも、まあ、ちょっとよくわかんないな、正直ね。でもね、私は、あの、自分で体重を落としていく中で、インストラクターぐらいにならないと、やっぱりあの、長い目で見た中の成功はできないなと思ってるの、ダイエットに関してね。まあ、そんなわけで、えっと、今はね、うんと、この、ダイエットインストラクターになる前の、プロフェッショナル、うんと、アドバイザーになるための勉強を一生懸命やってると で、今日、あの、お話していく内容は、えっと、そのさらに前の生活アドバイザーのテキストに合わせて、今まで勉強してきたことを皆さんにお知らせしていくっていうのをやっていきます。まず、その前に、いつものあれをいきましょうか。えっと、私のページでは、あの、ページっていうか、ボットキャット。<laughs> ポッドキャストでは、えっと、現在ね、あの、人工知能で使った文章とかね、あの、音声の制作とかいろいろなことが進んでますけども、全部、あの、自分で思ったことを喋ってるだけです。なので、裏も表もありませんが、あの、もうちょっと上手にできたらいいな、なんて思ってはいます。今後に、こうご期待してください。 それでですね、もう一つお知らせがあって、私はですね、あの、この YouTube チャンネルとは別に、えっと、トルコとシリアのね、あの、大地震があったトルコに向けてのメッセージチャンネルをやっています。ぜひね、皆さん、あの、そちらの方に登録していただいて、あの、まあ、残念ながらね、日本語ではやってません。あの、トルク語と、えっ、ー、と、英語とアラブ語。 アラビア語でやってるんですけども、あの、そちらにね、あの、チャンネル登録していただいて、まあ、わかんないに視聴していただけると、その視聴回数に合わせて出た収益をすべて、えっと、全額寄付するということにしております。まあ、そんなわけでですね、ぜひあの、概要欄に詳しく書いてあるので、そちらをご覧ください。まあ、それで、いよいよ今日の本題になります。 さて本題の今日のアウトプットなんですけど、今日は2回目ということで、テキストのパート2というか、あの、このテキストは、えっと、章ごとに分かれた上で、えっと、919293みたいな感じで、あの、えっと、質問形式というか問題形式になってます。その問題形式になっている、の、第1章の2番目の問題が、これ、今日のお題、ダイエットとは痩せるという意味ですかっていう問題になります。で、まあ、事前にね、 あの、<laughs> 前回の一応お聞きになった方は、もう答え言ってるやんって感じだし、うん。あの、最初の頃の問題としてはね、これ、まあ、引っ掛けっちゃ引っ掛けなんだよね。多分知らない人がほとんどじゃないかな <laughs>。私も実は知らなかったんだけど、まあ、ダイエットとは痩せるという意味って、まあ、それは当たり前だよね。私ももう当たり前のようにそうやって使ってるもん。そう。でもね、わざわざさ、 あの、ダイエットとは痩せるという意味っていう問題があるってこともそもそもおかしいじゃん。だからさ、まあもしかしたらって最初見た時思ったよ。でね、じゃ今回のこのテーマは、大テーマは何かというと、 あの、ダイエットという言葉の本来の意味をみんなでちょっと確認しましょうよっていうのが本来の意味なんですよ。うん。<laughs> なんでここだけ敬語。<laughs> で、まあ、ダイエットっていう言葉の本来の意味は、実は、実は、痩せるっていう意味はどこにもないんです。うん。で、ダイエットっていう言葉で、痩せるって想像、イメージして、イメージするのは日本人だけらしい。 <laughs> 日本人だったらね、ダイエットって言うとみんな痩せることって思うけどね、実はダイエットって痩せる、イコール痩せるっていう風に思ってるのは、まあ日本人だけで、海外では通用しないらしいので、皆さん、海外行った時は <laughs> 気をつけてくださいね。<laughs> 私もあの、ん、えっと、まあ前からね、あの、 ツイッターで、あの、海外の方に向けた、あの、写真のね、あの、私のストリートフォトグラフィーの写真を発信してたんですけども、そこで知らった方々にね、ダイエットするって言うと、なんか、ちょっとね、話がずれてて、前からおかしいなと思ったんだけど、こういう意味だったんだよね。まあ、それで、ダイエットの本来の意味は何かっていうと、実はね、日常的な、日常のね、食生活とか、まあ、食事療法だったりとか、 まあ食事制限。まあ食事制限と食事両方繋がらないか。っていう意味合いがあって、他にはね、国会とか議会っていう意味があるらしいんだけど、そう。どっちかというと、食事なんだよね。<laughs> もともと語源のもとはね、ダイエットの語源のもとはギリシャ語らしくて、あの、日常生活みたいなのが語源らしいんだけども、ここにさ、私たちのイメージするダイエットのイメージないよね。 <laughs> そうそうそう。そう。これがね、ダイエットの本来の意味なのよ。そう、そうなの。だから、実は、ダイエットって言葉は、日本でしか通用しないのよ。<laughs> 面白いよね。結局のところさ、あの、日本人が、ダイエットっていうイメージを痩せるにして作られたわけだから、まあ、日本でしか通用しない和製語ってことだよ。 そう。<laughs> まあね、日本人はさ、あの、やっぱり、あの、新しい言葉とか、あの、言葉に意味を勝手に付けたりするの好きだよね。うん。私もね、あの、コツコツ英語の勉強をしてるんだけど、英語ってさ、そう思うと、新しい言葉あんまなくて、すごいシンプル。うん。 もちろんさ、あの、業界業界によっては新しい言葉ってやっぱりいっぱい出てくるんだけど、まあ日常会話の中に出てくるような新しい英語ってなんか、うんと、勉強する範囲ではあんまりないんだよね。そう。まあもしかしたらね、あの、英会話で、あの、 もっと若い子たちとね、がガン,ガンしてると、あの、いろんな言葉出てくるかもしれないけど、そう、そういうのがまたね、あの、私はこの、日本人のさ、あの、言葉に対するその適応力っていうか、いろんな言葉をポポって作っちゃう適応力みたいなのがすごく好きでさ、あの、日本人でよかったなって思うところなんだよね。うちなみにさ、痩せるを英語にすると、ウェイトロストなんだって。 <laughs> 私今、ロストって言ったよね。ウェイトロスなんだって。<laughs> いいの。私はね、あの、自信を持って字が読めない人なんで。自分で書いたのすら満足に読めないから。まあ、そんなわけで、今日のアウトプットはここまで。まあ、こんなぐらいのスピードでやっていけたら、ね、いいなと思ってます。なので、また明日も明後日も飽きずに、飽きずに、 ご覧ください。そう。では、また。とはいかずに、えっとですね、<laughs> 明日の予告を忘れてました。明日はね、えっ、ー、と、3番目ということで、明日のね、あの問題もこの後お見せするんですが、あの、何を話そうと思ったかちょっと忘れちゃった。<laughs> えっとね、えっと、私の YouTube がメインで発信してる、 ポッドキャストは、あの、YouTube 以外にも、スポーンとか、あの、ここをキーステーションにいろんなところに配信してるんです。で、配信してる、あの、クロス配信してるところのほとんどはね、音声だけなんですね。だから、画像を見ながら説明できるスタイルは、あの、もしかしたら YouTube だけかもしれない。まあ、今後もそう。ただ、私の他の、あの、うんと、YouTube のポッドチャットは、 あんまこういうあのプレゼン形式にはなってなくて、私のあの過去の写真がね、過去のあの、私写真家なんで、過去の写真がトントンって繋がりながら、ゆっくりあのお話が流れていくって感じなので、まああのー、これ、<laughs> 実は結構手間かかる。<laughs> まあそんなわけで、次回予告行ってみましょうか。まあ次回といっても明日なんですけどね、はい、明日の、うんと、 Q3 は、ファッションがダイエットの新分野を作った。マルか、バツか。<laughs> まあ、これもね、これもね、あの、読んでいくと意味は深いんだよ。表面上だけ見れば、あま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 あ、そうだよねっていう話だよ。<laughs> まあ、そん中で、また明日もお楽しみにしててください。そんなわけで、今日のポッドチャットは、ここまでのよ、ここまでの予定です。 で、この、うんと、アウトペットのシリーズは、毎日19時に発信しようと思ってます。あとでまたちょっと変更するかもしれませんけどね、ちょっとデータ見ながら、皆さんが見やすい時間にしていこうと思うんですが、うんと、今のところ、毎日19時。で、えっ、ー、と、このテキスト全部やっていくと、110回ぐらいまであるので、まあ、毎日、あと110日間、皆さん、お付き合いください。 で110日間聞き通して、まあ、心の中で残ったことがあればというか、まあ、あの、1級のプロフェッショナルアドバイザーの範囲のものを全部やってるので、まあ、それだけ知識がつくものだと思ってます。私自身もね、これを通して、また、さらにレベルアップしていきたいと思いますの、ね、で、また明日も明後日も、その次も、毎日発信できるように頑張っていきます。バーコネでした またね。バイバイ。